はい、明けましておめでとうございます。コツメ先生です。本年もどうぞよろしくお願いします。明日は1月7日七草がゆということで、皆さんご用意はできておりますか？今回は節句の深い話と七草がゆの簡単解説、コツメシェフの手作り七草がゆ動画、この3本で今回はお送りいたします。そもそも節句というのは季節の変わり目に気候が不順で体調を崩しやすい時期であるということで、江戸幕府が公的行事としてですね、旬の食べ物を神様にお供えして健康祈願をしようと、5つの節句を定めたっていうのが始まりです。ですので、以前はこの節句という文字が節句の句がお供えという文字だったということはご存知ですか？続きましては七草の簡単解説を行います。それでは旬である七草について簡単に解説します。まずセリからお話しますと、これはセリ合うように生えていることからこの名前がついています。薬効としてはですね、黄疸を除いて酒の後の熱を取ります。続きましてナズナですが、これペンペン草とも言いますが、撫でて汚れを払うとされる、まあ非常に縁起のいい食材というふうに言われています。こちらの薬効としては、五臓の気を補い、瞳、目ですね、瞳の光を増すというふうに言われております。五行は五行と書いたり五行と書いたりするわけなんですが、この五行というのは人の形、仏様の体を表す縁起物とされています。吐き気を止める、咳を止める。続きまして箱べら、これは茎に歯がたくさんついている様子から繁栄がはびこるとして縁起の良い植物とされています。薬効の方は、出来物、猿、母乳、分泌促進。続きまして仏の座、これは歯が蓮の葉に似ているところから呼ばれているようですね。薬効の方は、権威作用、高血圧、予防。続きまして鈴名、この鈴名は神を呼ぶ鈴として縁起物とされてきました。薬効は消化促進。最後に鈴代、言い忘れましたけども、これは株ですね。鈴代は大根、その汚れのない純白さを表していると言われています。薬効は胸焼け、消化促進ですね。ご覧のように、体の解毒的な働きを持つ、胃腸の消化を助けるというような内容になっておりますので、お正月の間に食べるだけ食べて体を動かしていないような方に最適な食材となっております。それでは最後に、コツメシェフが一日早く七草がゆを作りましたので、最後にその動画をご覧いただいてお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。